なぜ中学生たちは暴力に走るのか。荒れる子どもたちの本音に迫る番組が作られました。中学生による暴力事件が続発しています。先生を殴って大怪我をさせる、学校の施設をめちゃくちゃに破壊するなど、最近の事件はちょっと中学生とは思えないほど凶暴になってきています。先生をぶん殴るっていうのはとんでもないことじゃないの？そう思うけど、しょうがない、中学生がそういうことあったら。しょうがないで済むの？すいませんけどさ、いや悪いことだと思うけどね、やっぱ先生も悪かったからね。そう、先生も悪かったんですよ。先生もね、2年のやつにね、いろいろぶん殴ったりしてた。先生がかわいそう。学校の雰囲気がだんだんそうなってきちゃったから、ね、雰囲気やね。そう、なんかおかしくなってきたの。どうしてああいうことが大きかったと思う？欲求魔。この中でさ、警察に呼ばれたことある人だよ。何やってる？喧嘩！喧嘩の場所なんかこう決めるわけ？あ、もうその場だ。駅のホームだろうが、銀座のど真ん中だろうが。銀座のど真ん中、めっちゃ汚い便所の中だろうが。この手はどうしたの？この手は。これは、喧嘩。喧嘩で？そう。先生殴ったの？バーンってぶん殴った。何がきっかけで先生殴ったの？結構態度でいけやな。具体的にはどこで殴ったの？職員室の中で。職員室の中？先生も見捨ててるような感じでさ、全然何やったって。まあ俺の場合は見捨てらなかった。こいつらはもう悪いことしかできないよっていうようなさ、そういうような考えしかないもんね。だけどあいつらのやる場合はさ、すぐ警察でしょ、うん、それが気に入らないけど。そうだな、頭くんじゃない。なのもとは学校の生徒をさ、ね、警察に売るんだもん。そういうのやられたからさ、頭くんじゃない。あとでさ、仕返しというなんじゃない、やっぱり、うん、やられたらやり返すっていうのはね。俺らって途中まで授業ちゃんと出てたんやんな。自分たち思ってもねえことやっちゃうんだよね。中3の高橋です。これからはブラックテンプラー下北沢総本部としての誇りを持ち、ジョーカーズ、ナックル、キラーなどみんなぶっ飛ばして頑張りたいと思います。オスジメン烏山の立石です。年は15です。ブラックテンプラー下北沢総本部きっちりやりたいと思ってます。オスジメン三沢のスティアと申します。年は15です。これからブラックエンペラー下北沢総本部ビッグやっていきたいと思います。なあ、集会やった時にお前らが来たりしたら、お前らがみんなケツ持ちすんだからよ。おいおい、他の支部逃がすんだからな。おいおい、なあ、お前らはよ、下北沢がパクられても他の支部は逃がせよ。おいおい。